ガートルード C は、第二次世界大戦時のアメリカ陸軍航空軍、第20空軍、第20爆撃集団第58爆撃航空団、第468爆撃軍第794爆撃飛行隊に所属した B-29 爆撃機の機名。1944年8月20日に、福岡県八和田市八和田製鉄所を領機と共に爆撃した際、 日本陸軍飛行第4戦隊、のべシュゲオ軍総操縦の二式複座戦闘機、トリューの体当たり攻撃を受け、機長ロバート S ・クリンクス・ケールズ仲裁下上院11名、全員戦死した。1944年8月20日、第20爆撃機集団に所属していた、ガートルード C は宝山飛行場から両機74機と、共に、八幡製鉄所爆撃のために出撃した。 ヤワタ製鉄所への爆撃はこの日が二度目であった。操縦は、機長のクリンクスケールズ中佐と副操縦士、デイビッド・エス・キャッスル・ベリー中尉、広報士ギルバート・エス・カーディンガー隊員によって操縦された。機には彼らの他士官二名、下士官七名のクルーが登場した。この他、クリンクスケールズ中佐のペットで、彼の飛行隊のマスコットである、コッカースパニエルのサリーという犬が乗り込んでいた。 ガートルード C の率いる編隊が八幡市上空に達したのは同日夕刻であった。編隊はダイヤモンドフォーメーションを組んで飛行し、ガートルード C は隊長機として編隊の先頭に位置した。後続の2番機はオニール J スタッファー隊員の絡み地数だった。さらにドナルド J ハンフリー少佐のポストビルエクスプレス他が列機として続いていた。 ヤワタ上空で爆撃を行っていた彼らは、山口県小月基地から迎撃に出動した、日本陸軍第12飛行士団霊下の飛行第4、船体の迎撃を受けた。ガートルード C は、爆撃を終え、爆弾層を閉じようとしていたところ、延べ修行軍装操縦の途流の機銃射撃を受けた。この射撃の損害は警備であったが、延べ機が先方を体当たりに切り替え、機体前方から、 右翼を左主翼に叩きつけ特攻。ガートルード C は回避できず、翼を破壊された。第一エンジンと左翼燃料タンクが爆発し、ガートルード C は空中分解、やわたし、オリオ超人の腹に墜落した。木の破片は直後を飛行していた列機に降りかかり、ポストビルエクスプレスは破片の回避に成功したものの絡みティ数は直撃を受けて、 垂直尾翼を破損、飛行不能となり墜落した。この日の空襲では、両機の他フェザーマーちゃんと、レディーテディー、ケイトポーマット、プレーエングマンティス、スターダスター、フライングスタッドベルオブボルチモアの7機、機体名不詳の5機の、K14 機の B29 が撃墜もしくはその他の、原因によって喪失した。ガートルード C からの脱出者はおらず、 クルーは全員即日戦士と認定された。1949年10月になって、クリンクスケールズ中佐以下7名は、ジェファーソン・バラックス国立墓地に、爆撃手スタンレー・エース・スミス隊員は、ゴールデン・ゲート国立墓地に、重手ブローラット2当軍曹は、ホートスネーリング国立墓地にそれぞれ埋葬された。期待名は、クリンクスケールズ中佐の母親にちなむ。軍曹のは、 B29 の航空特攻第1号である。ABC 渡辺洋次、極東を震撼させた超空の要塞の足跡、ボーイング B-29 ナ、no. ン番五52、文林堂、世界の傑作機、2002年2月5日、1995からご飯第3冊、47ページ。ザテクニーク、アトランタ、ジョージ九1943年2月19日号。 ありがとうございます。